こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。うちの主人がすごい 寒がりというかヒートショックが恐ろしいって言って、主人のお母さんとかおばあちゃんとか心筋梗塞で亡くなってるから恐ろしいとかって言って、で夜トイレに起きた時に、まあ、トイレが寒すぎるとかお風呂が寒すぎるとか、あ、なんかとにかくいろいろ言って、それで何しろそのトイレとか行く時に暖かくしてほしいっていう風に言われていて、で前もカーテンをつけたんですけど、まあ、ちょっとそういうわけでトイレが暖かくなるようにカーテンをつけました。ちょっとご覧ください。トイレというか廊下ね、廊下が暖かくなるようにカーテンをつけました。ちょっとご覧ください。玄関からカーテンをつけました。突っ張り棒をつけて、天井が高いのでカーテンの丈が足りないので4枚入っている安いカーテンをつけました。前回よりも冬物のカーテンなので、なんかすごいあったかい感じがします。まあ、ここだけじゃなくて階段にもつけました。ちょっと明るかったんですけど、廊下が2階の階段のところカーテンをつけたので明かり取りがなくなって、ちょっと今暗い状態になっています。でもとってもあったかくて、この2階に相当あったかい空気が行ってしまっていたのがこのカーテンをつけてよくわかりました。きちっとまあ閉めればあったかいです。ここ階段のところ、突っ張り棒をやっぱり2本上に通して、そして丈が足りない分を補っています。レースのカーテンと4枚セットだったので、上の部分がレースのカーテンで、下の突っ張り棒は普通のカーテンです。先ほどは廊下側からだったんですけど、こちらは玄関側から見たところです。いつもこう廊下が広がっていた部分にカーテンを閉めて、玄関からの冷気をシャットアウトしました。突っ張り棒2本でレースのカーテンと普通のカーテンです。それで天井が何しろ高いので丈が足りないので、まあ、こっちから見ると下に普通のカーテンが覗いています。まあ、どっちが良かったかわかんないけど、こうしました。以前から勝手口にもカーテンレールをつけてカーテンをつけています。夏は暑い日差しを入れないようにすることができるし、冬はやはり冷気が入らなくて、なんかこれない方がさっぱりするのは分かっているんですけど、この冷蔵庫の勝手口のところにもカーテンがついていると、手を入れてみると冷気が夜なんかはすごく冷たくて、それがシャットアウトできるのでカーテンをつけてよかったなと思っています。冬の昼間はここから日差しが入るので暖かいのでカーテンは開けておきます。まあ、このカーテンがあるのとないのとで大きな違いがあるので、もしこういうお勝手口が寒いなと感じている方はカーテンをつけることをおすすめします。先日カーテンは全部きれいに洗ったところです。まあ、これがあるとこの窓もそんなに掃除しなくても逆にいいので便利かもしれません。まあ、何しろこの冷気がシャットアウトできるのでカーテンをあちこち寒いところにつけるのはおすすめです。前につけたカーテンはちょっと夏物で意外と
安かったっていうか、なんか安いカーテンが特売になってて、それでそれを買ったんですけど、結構まあ何年か使っていて、それで汚くもなったし、あとミニマリストを目指してその時なんかいろいろなものを捨てたくってなんかいろいろ手放してしまったんです。でやっぱりこの冬になって寒いから何とかしてくれっていうことになったので、ちょっとそのトイレの廊下を、トイレに行く廊下、リビングから廊下も暖かくしようと思ってちょっとやってみました。そうしたら、あ、今回は、ま、ちょっとホームセンターに行って冬物の、あの安いカーテンを買ってきたんです。それでセットになってて、全部で2480円とか安いカーテンなんだけど、でも天井が高いんですよ。あ、ここじゃないんですよね。廊下とかすごい高い家なんです、天井が。それで、あの、まあ、カーテンだから、普通まあカーテンレールからこう下がるから、で、安いし、オーダーしたわけじゃないしで、下がこう余るので、2本の突っ張り棒でそのレースのカーテンもうまく利用して、つけたというわけなんですね。で、先ほどご覧いただいたように、それでね、なんかカーテンをしたらもう昨日からあったかくて、それでダイニングと、今までは玄関やトイレに行くところの廊下が寒くなるから扉を閉めてて、で生活してたんですけど、何しろね、そのカーテンつけてからもう全然寒くないの。それでずっと廊下のところも今現在あの開けっぱなしで扉を、それでも全然寒くないことが分かったので、すごいなと思って、カーテンってすごいですね。それで私もう一つお台所にももう前にカーテンをつけてて、でやっぱりそのお台所のカーテンの中にこう手を突っ込んでみるとやっぱり冷えてるんですよ。だからあのカーテンをしてることでお台所もとても暖かいんです。とリビング、ダイニング、和室、お台所と結構広い空間がうちはこうつながっているので、ちょっとこれ温めるの結構大変なんですけど、まず向こうのエアコンは18度設定にして冬の間もつけっぱなしです。その方が電気代がかからないんですね。これ朝冷え切った部屋でエアコンをピッて入れるとガーってなって、まあエアコンはフル活動しちゃって、2台あるんですけどすごい電気量を食うんです。それで寒いから両方一度につけたりして、すごいますますすごい電気代なんですけど、とにかくあっちのエアコンは常に18度でつけっぱなしにしています。そうするとずっとすごいあったかいわけでもないんだけど寒くはないという気温になってて、温度計を見ると20度ぐらいの部屋の設定です。なのでちょっとこういうセーターとかも着てるし、あと最近買った島村で買ったこのパンツ、あったかいやつ、これをお家で履いたりしていてあったかいです。ヒートテックも着ています。なのでなるべくあったかい格好はして、でも気温は20度ぐらいの温度にしています。ですごい冷え切ったりもしなくて、もう全部こういうところももう暖かい、なんとなくこう冷たくはないんですよね。これが冷え切っちゃうとすごく家って寒くなっちゃうから、天井にしてもそうですけど、なんかとにかくほんわかずっと暖かくしておくというのが電気代を節約する、私の方法です。で、あとこの間暖和室を買ったんですけど、あれは 500W と 250W の切り替えがあるので、夜寝るときには 250W の少ない方にして、そして全く消さないけど、消す時もあるし、そんな感じで寒いと朝それをちょっと 500W にしたりして部屋を温めるというか、こう食事している時に温かい感じになります。なので出かける時は暖和室は切って出かけています。というわけで、あの冬の
我が家の暖房対策はそんな感じでやっています。でも十分結構お家が暖かくなっています。でカーテンをしたら2階がやっぱりすごい気温が下がって、だから今までは2階にあったかい空気が上がってたんだなっていうのがすごいよく上がって、驚いています。カーテンをつけたらそういうことになっていて2階が冷え切っててびっくりしています。でも暖かい空気をこの1階から逃さないようにして、過ごしています。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。